精神時代の北方遊牧民族の領域団部は、中国の精神時代から五個十六国時代にかけて、領政地方に存在した、戦費の一部族。団部の始祖である団費、陸権は幼い頃に売り飛ばされ、領費うがんの大人であるクラカンの奴隷となった。領備で大飢饉が起きると、クラカンはダンヒ、団費、陸権が競争であることから、領政に移って、 両職を集めるよう命じた。男比、陸剣はこれを機に倉間に背いて自立すると、流亡の人々をかき集めてその勢力を強大化させ、かつて寛大に放棄された両政軍令試験にある上閣を根拠地とした。男比、陸剣の死後は、弟の男、骨賃貝を継ぎ、その死後は、この男務持人が継いだ。男務持人は、両政の地をすべて、 精神に侵入し、その部民は3万に余り、騎兵は4.5万にも及んだ。303年12月、優秀死し、王春は、優秀での地盤確立のために、娘の一人を、段務も知人に嫁がせた。これ以降、王春とは、親密な関係となり、王春の上表により両性公に封じられた。304年8月、王春が、 正徒大芝英討伐の兵を挙げると、団津とむも知人は兵を派遣して援護した。309年9月、漢の将軍赤六が定山に襲来すると、団津とむも知人らは10万を超える騎兵を率いて、飛竜山で迎え撃ち、大将を挙げた。310年10月、これらの功績により、大前の印事が授けられ、樹脂の万引きには、左権王の印事が授けられた。 弾津とむ持ち人が亡くなると、長子の弾室、陸剣が暗いを継承した。三百十一年十二月、精神の兵衆史史龍魂が、優秀の民三万を略奪すると、弾室、陸剣はこれを討伐して、民を、王春に返還した。三百十二年十二月、王春が、赤六の本拠地上国へ進行すると、弾室、陸剣は、重帝の弾末派。 弟の弾引き、弾分おしらと共に従軍し、迎え撃ってきた、赤六軍の諸将をすべて撃破した。だが、赤六の将軍の穴長より奇襲を受けて、大敗を喫し、弾末並が捕らえられた。赤六が弾末並を人質として、講和を求めると、弾失両権は、鎧場、金銀を送って弾末並の弟三人を人質に、差し出し、弾末並と交換した。 また、赤録と同盟を結び、彼の養子の石虎との間に、義兄邸のちぎりを結んだ。断末並もまた、赤録と不死の誓いを交わし、赤録を恩人として、崇めるようになった。これにより、王春と断部の間には、亀裂が入った。当時、中原が混乱により、大量の流民が、断部の下へ身を寄せていたが、断室、陸健とその兄弟は、 武勇一辺倒であり、次第部を礼遇しなかったので、多くが、母曜部に流れてしまったという。313年、王春は、断室陸剣と共に、赤禄を攻めようとしたが、断室陸剣は赤禄より手厚い賄賂を受け取っていたので、応じなかった。4月、王春は激怒し、大王宅抜色、母曜部の大人母曜に、弾部を攻撃させたが、断室 陸県は、卓抜部を返り討ちにした。これにより、母用部も、兵を退いた。314年3月、赤六は、京城を攻略して、王春を滅ぼした。4月、京城を守るネ作将軍、劉官が赤六に背き、断引を迎え入れた。これにより、京城は、南部の支配下に入った。王春配下であった学良軍大使。 小続くもまた一度は赤六に基準したが、すぐに離反して断引きに基準した。怒った赤六が、いや次を守る小続くを包囲すると、断引きは、弟の断文を死に救援させ、赤六軍を大破して、多数の民を略奪した。断引きは、朝廷より正式に、優秀志士に認じられ、没開口に封じられた。これ以降、断引きは断室、断失。 陸剣から離れ、次第に独自行動を取るようになった。316年4月、石虎が、精神の御将軍、龍縁の守る、林宮を攻撃すると、断引は、龍縁に味方して、将を続くと断文押しを救援に向かわせたが、林宮は陥落した。7月、断引は、精神の大将軍龍魂と同盟を結ぶと、断出陸剣。 おじの段渡るまた立つ、段松並へ、共に、赤六を打つよう呼びかけた。しかし、段松並は赤六への急音から拒絶し、段室、陸剣、段渡るまた立つも応じなかったので討伐は中止となった。318年1月、段室、陸剣は病死すると、彼の子は幼かったので、段渡るまた立つが仮に継いだ。刑場を統治していた。 断引きは、藻に服すために、霊師に向かったが、この時ひそかに断末並と弾を殺して、国権を掌握しようと目論んでいた。だが、彼の側近が断末並にこのことを密告したので、段渡るまた立つ、断末派弾、弾らは兵を発して断引きを攻撃し、全滅に近い大損害を与えた。断引きは過労じて京城へ逃れたが、従軍していた竜軍は、囚われとなった。 この時、断末並も、また政権掌握を目論んでおり、隙をついて、断渡るまた立つを襲撃した。これにより、断渡るまた立つとその指定をはじめ一派の者を皆、中殺すると、自ら前後を称して自立した。これ以降、断末並は断引きと互いに攻め合うようになり、断部は分裂して部衆は離散してしまうこととなった。4月。 断末並は龍魂を味方に引き入れようと思い、龍軍に龍魂へ内容を要請する書状を書かせ、密定を放って送り届けさせた。その密定は途中で捕まってしまったが、これにより断引は龍魂のことを疑うようになった。龍魂の所長詞、龍下川は断引に中殺されるのを恐れて、反乱を起こしたが、断引はこれを滅ぼした。さらに、大軍大衆壁両隆。 元門軍隊将をこ所、五将軍艦4どこ所は断引暗殺を目論むも、事前に露見して、一族もトロも中殺された。五月、断引は、部下が龍魂を主君に衰退して、反乱を起こすことを恐れ、龍魂を中殺した。この事件が原因で、漢人も個人も断引から離れていった。五月、 断引は断末派より攻撃を受け、小続くの下に逃走しようとしたが、赤六配下の石越しより攻撃を受けて破れたので、再び形状に戻った。319年4月、断引の兵は、食料不足のために死産したので、あざみを離れて、上谷に拠点を移した。だが、大王、卓抜打率より攻撃を受け、断引は、 小を続くの統治する落良軍に身を寄せた。12月、両党を治める闘進の遠い行為、際の呼びかけにより、断末並は、母用部討伐の兵を挙げ、右門部、高栗もまた呼びかけに応じてそれぞれ軍を動かした。三国連合軍は、母用部の本拠地と下城に攻撃を仕掛けたが、母用の離間工作に引っかかり、兵を退却させた。 320年1月、弾末並は弾引きを攻撃して撃破したが、弾引きは、小を続くの支援を受けて反撃し、弾末並の軍はほぼ全滅した。弾引きは、価値に乗じて、弾分押しと共にあと長領の形状を攻撃したが、赤禄はその隙をついて、石虎に、小を続くの守る矢継ぎを包囲させた。2月、 小続くは出撃するも、石虎に破れて捕らえられた。断引は、小続くが捕らわれたことを知ると、圧次に向かった。途上で石虎が道を塞いだが、断文押しの封印戦により無事入場を果たし、断引は、小続くの一族である小州、小あり、小厚氏、小らと共に城を固守した。6月、あと、町の将軍校長は、 段分押しの陣営を攻めたが、段分押しはこれに対象した。321年3月、石虎は、いや次に進軍して段引きと戦い、配下の将軍校長は、領内の諸城を陥落させた。段分押しは、数十機を率いて出陣し、多くの兵を切ったが、あと、長の兵が、四方から包囲を縮めると、段分押しはついに力尽きて捕らえられた。 これにより城内の戦意が消失し、将は城を挙げて、石虎に降った。断引きは、城国へと護送され、やがて中殺された。これにより断部は再び統一された。325年3月、断末並は死去し、弟の断基場が後を継いだ。11月、断基場は、霊主から塔を移したが、これに、部族の民は大いに不満を抱いた。十二月、 初代大人男美陸剣の孫である、男領は位を散脱しようと格索し、独断で戦とした罪を持って、男牙を攻撃し、殺害すると自ら位を継いだ。男領は、東進朝廷より、優秀志士,士、大前務に任じられ、331年2月には、表記大将軍、優秀志士,士、大前務に任じられ、北平行に封じられている。 333年10月、母養部の大人母養の小兄であるだって将軍、母養官が、団部へ亡命すると、団領は彼を航空した。11月、母養の弟である、進む鳥子将軍、母養一氏が反乱を起こして、両党を占拠すると、団領は右門部と共に、母養一氏を支援した。334年1月、母養部の在官将軍、 劉杯がおつれに進行したが、帰り討ちにした。2月、母葉部僚の都賀に進行するも失敗した。また、男領の弟の男乱と母葉艦を母葉部の本拠地流城へ進行させたが、戸遺跡僧羅に撃退された。1官あ余りした後、再び男乱と母葉艦を派遣して、柳城を包囲させたが、攻略することはできず、逆に1500の兵を失った。 年延将軍母用あっせ、風液らが救援として到来すると、段乱は、牛尾谷において対象した。段乱はこの価値に乗じて深く侵入しようと考えたが、母用間の反対により退却した。336年6月、中軍将軍理英に命じて、母用武良の武教に野衆をかけさせたが、雨により途中で中止し、軍を返した。理英は、 母用部より追撃を受け、生け取られた。その後、弾乱に再び柳城攻撃に取りかからせ、右門部の大人、うぶんツマ豆木もまたこ応した。だが、母用が柳城に進軍すると、弾乱ンンも、うぶんツマ豆木も退却した。7月、数千の騎兵を率いて、母用部へ進行したが、母用は、副兵を配置して待ち構えており、弾量は、 大敗を喫した。母王の生死の母王春が、ン部の諸城を攻めると、ン部は、大敗を喫した。337年3月、母王は、ン部の本拠地である、おン城の東に工場を築き、ン部を威圧した。4月、おンでは、飢饉が深刻となっており、段寮は、数千両の車で穀物を輸送しようとしたが、母王部の将軍乱没はこれを奪い取った。 6月、団領は、中帝の弾、靴に騎兵を与え、広告城を守る母様従うを野衆させたが失敗し、敗残兵はことごとく捕虜となった。338年1月、団領は後長領の優秀へ侵攻し、優秀ししりたけを、駅刑へ撤退させた。同月、石虎は、団部討伐の軍を起こした。3月、母様も石虎に抗応し、 レイジー北の諸城を攻撃して回った。弾乱は総力を持って、迎撃に当たったが、母様に大敗を喫して、数千の兵を失った。また、石虎の侵攻により、南部勢力下の領養軍、上谷軍、大軍の諸大使は相次いで降伏した。弾領は、最死親族及び、豪族千戸余りを率いて、密雲山へ闘争を図ったが、石虎の将軍、 各府都市、朝明より追撃を受け、三千尾の兵を失い、母と妻が捕らえられた。十二月、断領は前つばめに、幸福の使者を派遣し、民と共に、棘城へ送られた。その後、無本を起こそうとするも失敗し、配下の数十人と共に殺された。これにより、断部は、一旦滅んだ。三百四十三年八月、 ダンランもまた捕らえられて後朝へと送られたが、石虎は罪を許し、戦費五千人を与えて、元々のダン部の本拠地であった両政軍令主権に、駐屯させた。これにより、後朝の従属下にはあったものの、ダン部は復興することとなった。ダンランはたびたび後朝に背いては、石虎をあずらわしたという。また、ダンマ末並みの子である、トムもまた後朝に服属し、 県義将軍に任じられた。弾乱が死ぬと、この弾丸がこれに変わった。350年1月、あと、蝶の武徳、王里敏の戦王により国が乱れると、これに反旗を翻す者が相次いだ。この混乱に乗じ、弾丸は州を率いて、高方に拡挙すると、西王を自称した。また、弾つとむは州を率いて、霊陽に移り、これを拠点とすると、 蝶を自称して前つばめに基準した。8月、ダンツトムは同じく後長から自立していた、長ガド、龍谷、ブタラと共に、前輪のいる行へ侵攻したが、大敗を騎士した。351年2月、東進朝廷により、ダンは、陳北将軍に任じられ、成功に封じられた。352年3月、ダンツトムは、個人数万を従えて、 駅幕に拡挙すると、調味角を自称した。4月、前園の伊達喫崎将軍、母葉原が、断金討伐の兵を挙げると、ダンツトムは、弟のダン思うと共に城を挙げて降伏した。母葉春は罪を許して死官させたが、やがて前園の人に、ダンツトムは殺害された。355年12月、前園のなで将軍。 母様ツトムは、弾丸討伐の兵を挙げると、甲賀北岸に到達した。弾丸の弟のダンヒグマは、敵が川を渡り切る前に迎撃するよう進めたが、弾丸は従わなかった。ダンヒグマは、カくなまでに求めたため、弾丸は怒って、ダンヒグマを切り殺した。356年1月、母様ツトムが川を渡ると、弾丸は迎え撃ったが、大敗を喫して、 数千の兵が捕虜となった。弾丸は広方に逃げ戻ると、母与を務むはそのまま軍を進め、後方を包囲した。二月、母与を務むは、長期戦の構えを取った。また、弾丸の治める諸城に降伏を促し、弾丸配下の助手志し、王党、佐久東部の全右折もらを基準させた。八月、弾丸は東身に救援を要請すると、牧帝は、 助手史史巡を救援に派遣したが、巡仙は前援軍を恐れて進軍しなかった。10月、母を務が領土を断ったので、高方城内では飢餓により共食いが発生する、ありさまであった。追い詰められた弾丸は、城から撃って出るも、母を務に破れ、かろうじて短期で城内に逃げ戻ったが、取り残された兵は全滅した。11月、 弾丸はついに降伏を決断し、面爆して出頭した。弾丸は目を潰された後に殺され、その配下三千人余りは、生き埋めとなった。これにより、弾部は、完全に滅亡した。史実丸では四代大人弾出、陸剣の孫と記載されている。一方、義書では、初代大人弾尾陸剣の弟と記載されており、すべての記述が異なっている。 ありがとうございます。